さんこんにちは、渡辺です。今日は、自分で編み込みを作る方法というか手順をやっていきたいと思いますんで、まあ、モデルさん自身に今日はちょっとやってもらいます。で、多分人がやるのと多分自分がやるのと全然違うので、その指の動きだったりとか、なんか髪の毛の持ってき方だったりとか、そういう部分とかも細かくやっていきますので、よろしくお願いします。では始めていきます。まず鉢植えの部分の毛を取って3つに分けます。で、3つに分けた部分を表編みをしていきます。最初に三つ編みをして1回して、一番左にある毛束にサイドの髪の毛を合わせて持っていきます。そしてそのまま反対側、一番右にある毛束にサイドの髪の毛を合わせて編んでいきます。で、それを同様にさらに左側に混ぜていきます。右側を混ぜていきます。それで一番下まで編み込んできたら、残っている髪の毛も全部まとめて、これで縛ります。で、この毛先は、下に最後まで下ろしてもいいんですが、中途半端な毛が落ちるとあれなので、また襟がある服を着てたりすると中にくるんってした方が綺麗にタイトに見えるので、くるんとまとめます。で、毛先がパラつかないようにアメピンで留めておくと持ちがいいと思います。で、上から順番に編み込んだ部分の毛を引っ張ってほぐしていきます。そしてゴムの部分が見えるとなので、こういうピンをつけるとより可愛くなると思います。以上です。はい、これで一応仕上がりです。ちょっとくるっと回りますね。こんな感じで、まあ、前髪長い方はこうやって下ろしてあげても全然可愛いかなと思うし、でも横の髪の毛とかも全部中に入れ込んで編み込んじゃってるんで、やり方等はまあゆっくりやってるんで、ちょっと分かりやすいかなと思うんで、よかったら皆さんこれで勉強してみてください。今日はどうもありがとうございました。またチャンネル登録もよろしくお願いします。